こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回は1941年のアメリカ映画群衆についてお話しします。ストーリー。ある地方都市の新聞社でリストラの対象となった婦人記者アンは、ジョン・ドゥという架空の人物から投書があったことにして、この嫌悪すべき世界に抗議するため、自分はクリスマスイブの真夜中、市の公会堂から飛び降りて自殺してみせるという記事を書いて社を飛び出します。ところがその記事が大反響を呼び、新編集長コネルの下で彼女はクリスマスまで毎日その記事を書く条件で復職します。会社は架空の自殺志願者を作り出すためにオーディションを行い、多くの応募者の中でアンの目に留まったのはジョン・ウィロビーという元野球選手の男でした。アンはジョン・ドゥの名前で社会が困窮している人々を無視しているという趣旨の記事を書きながら、ラジオ放送を通じて彼を全国的に有名にすることを思いつきます。最初はアンの書いたラジオ原稿を読むだけのウィロビーでしたが、自分の存在が現実に大衆の力になっていることを知り、彼はジョン・ドゥとして立ち上がらなければと思い始めます。アンと共に全国を遊説していくうちに、より良い隣人になろうという簡素なスローガンを掲げるジョン・ドゥの考え方は国中に広がり、やがてジョン・ドゥクラブという広範な草の根運動に発展していきます。自分の生き方に誇りを見出したウィロビーはアンへの思いを母親に伝えに行きます。ところがジョン・ドゥ全国大会が開かれる直前、ウィロビーは編集長のコネルからこの運動が社長ノートンの選挙運動の手段であることを聞きます。彼は社長宅に乗り込み、大会で一切の真相を暴露すると叫んで、雨の中を大会場へ走ります。自分も社長らに利用されていたことを悟ったアンは、彼を必死で止めて事態の改善を図ろうとしますが、ウィロビーの決意は固く、アンは病に倒れてしまいます。逆に社長のノートンは大会の会場に乗り込み、新聞や部下を使って彼のイカ様を叫び、ウィロビーを壇上から引きずり下ろします。支持者たちを失望させたウィロビーは落胆し、もともとのジョン・ドゥの投書に書かれていたように、クリスマスイブに視聴者の屋上から飛び降りて自殺しようとします。果たしてクリスマスの夜の視聴者の屋上でどんな結末が用意されているのか、そしてアンとウィロビーの愛の行方は。この作品はフランク・キャプラと脚本家のロバート・リスキンが最後に手を組んだコメディ映画です。でっち上げられた新聞のコラムから物語が展開する草の根運動がテーマとなっています。1941年という不安な時代背景にもかかわらず、興行的に大成功を収め、その年のアカデミー賞にノミネートされました。主役のゲイリー・クーパーはずっとバーバラ・スタンウィックとの共演を望んでいたため、映画の内容を知る前にこの役のオファーを引き受けたと言われています。バーバラ・スタンウィック。クーパーだけでなく、ハリウッドの人気男優たちの間でバーバラ・スタンウィックの人気は絶大なものがありました。幅広い役柄をこなせる女優としてだけでなく、その人柄の良さでも知られ、名脚本家のハーマン・マンキーウィッツは彼女と結婚してバラを植え込んだ丘の上の小さな家に住む、疲れ切って仕事が終わると焼き上がったアップルパイを手に迎えてくれる、それが男の夢だねと語っています。その歯切れの良い語り口と魅惑的な色気は、本作と同年に制作されたプレストン・スタージェス監督、スクリューボールコメディの大傑作と言われるレディ・イブを見ればよくわかります。この作品で彼女はアメリカ英語とイギリス英語を巧みに使いこなし、主演の名優ヘンリー・フォンダが霞むほどの名演技を見せています。トーキーが一般化してわずか12年後、まさにハリウッドが求めていた女優の出現でした。さらに驚くのは、同年にスクリューボールコメディの傑作教授と美女にも主演しています。この作品はハワード・ホークス監督、ビリー・ワイルダー脚本という豪華組み合わせで知られ、
この中でバーバラはジンジャー・ロジャース顔負けの軽快な踊りも披露しています。つまりバーバラ・スタンウィックは1941年という1年間に3つの名作に主演クラスで出演したということであり、当時の人気度ぶりがうかがえます。その結果1944年にはアメリカ女優最高の所得者となっています。アカデミー賞では4作品で主演女優賞にノミネート、1981年には名誉賞を受賞しています。バーバラはコメディアンのフランク・フェイと最初の結婚をし、離婚後2枚目俳優のロバート・テイラーと2度目の結婚をしています。その後もロバート・ワグナー、ファーリー・グレンジャーなどとも浮き名を流しました。本当にモテモテだったのですね。1987年にはアメリカンフィルムインスティチュートから生涯功労賞が授与され、その3年後1990年にカリフォルニア州サンタモニカで心不全により世を去りました。享年83歳でした。今回はこれで終了です。この動画がお気に召した方はぜひグッドボタンをお願いします。よろしければチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまた次回別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。